はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マヒです。今日はですね、ジーバラを育てていきます。ジーバラね、見てもらえれば分かるんですけど、ジーバラもう今ジーバラ育ててるから。この間ね、前回で翔徳に、ちょっとジーバラ育てた方がいいんじゃないっていう風に、ね、言われたんで、今回はジーバラを育てて、でこいつを使ってワールドアリーナねやっていけたらなと思っております。それではちょっとね、40レベルになるまでしばしお待ちください。あー、レベルマックス。さあ使っていくよ、ジバラ。とりあえずどんなルーンにするかっていうのをね、ちょっと考えていくんですけど、ちょっとスキルを改めて見て、これね、通常攻撃に回復あんのかなりでかいよね。で、味方の対象のスキル使用を一旦短縮して、攻撃速度上げて攻撃ゲージ 50% 上げるってことで、これめっちゃ早く作ればいいんじゃないか説。めっちゃ早く作って、で最悪この再使用一旦凍結も、これも最初免疫なかったら打てるんで、こいつ早くするか。いや、ただな、早くするっつっても、このちょっとトリトン使ってないんで、トリトンのルーンを刺していけばいいか。これでジバラ君が、速度が、プラス210に、速度がね115で高いんで、実質うちの最速キャラぐらいになっちゃってるね、これでね、ジバラが。はい、ってことでね、ジバラ完成したんで、今回これをね使っていこうと思います。相手に速度キャラが来た時に上取らせねえぜ的な感じでいければなと。はい、もう親善大会潜っちゃおう。てかさ、ぶっちゃけ親善大会のが強いんじゃないのこれ。いや、そうだよね、親善大会のが強いよね。だってね、俺のランク帯だとさ、絶対そうなんだよ。じゃあネフティスファースト。はい、いいよ、なんか早い、相手早い、やることがもうなんか、ちょっとジバラ使いてえよ、ジバラ使いたい、ジバラジバラ。どう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 、これどう、これどう、ジバラとフェイ使っていくよ。どうなんどうなん、これ速度リーダーカット、速度リーダー、相手の速度リーダーカット、こっち速度リーダー2枚いるよね。ねえ、速度リーダー2枚、お、ジバラバンされてる。待って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 、ジバラバン熱いんじゃないのこれ。いや、これをやりたかったんじゃないの、こういうことじゃない。で、これでティアーナ上から取れるわけでしょ、これ。上からティアーナ、ネフティス決めて、で、オムルッシェン、アフェイ君、うわ、きれい、気持ちいい。いや、いいね、これ、親善バトル。親善バトル、バミューダさん。やっばいので当たっちゃってる。待って、ちょ、やっばいのと。はい。やっばいので当たっちゃってる。ちょ、待って、ちょ、待って。やばいぞ。やばいぞ。まずいぞ。やばい、速度リーダーバチバチ入れられてる。やばいぞ。もう俺のやりたいこと分かられちゃってる。やばいぞ。はい、これでいこう。ちょ、やばいぞこれ。速度リーダー、なんかクッキーもこれ早い、もしかして。キーも早い。クッキー何してるのこれ。スキル再使用が上がっちゃう的なね。あ、やばい、これバチバチに対策されてんじゃんこれ。
ドラゲナイ、ドラゲナイいけんのか、ドラゲナイ、ちょっとドラゲナイにかけるか、これこれドラゲナイにかけよう、ドラゲナイにかけるぞ、頼むぞドラゲナイ、もう体力 50%、 あ違う、防御 50% アップで、もうドラゲナイ頑張れ、君が頑張らずしていつ頑張るんじゃ、いくぞ、抵抗、抵抗した、抵抗した、抵抗した、ちょっと待って、こう、いや防御虫出ないの、暴走、あ暴走はしないか、いやースタンしてく、頼むよ、ジバラ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 、下がるな、よし、あーちょっと縦割りきつい、なんか脅威とかついてるし、なんか全然バッタ回ってこない、俺のターンになってくれ、ミス、ミス、倒せ、うん、あー倒せ、あー暴走、いやーマジか、これ惜しいんじゃない、惜しかったんじゃないか、いや戦えてる気がするぞ、いいな、親善大会のが面白い説これあるぞ、親善大会でちょっとね強い人たちと戦ってって、もう教えてもらう、いやジバラどう、ネフティスジバラ、なんか最近の俺なしからぬこのピック、マジでフェイの防御無視とかもちゃんとハマってれば、もうちょい早くバネッサ倒せったから、いやそうなったらちょっとワンチャンあったかもしんないんだよね、さっきの、いや惜しかったんじゃないか、ちょっとつって全然壁は厚いんだけどねこれがね下から上に上がるものへのねメンタルのねこのゆとり加減だよね、向こうは負けられないけどこっちはね負けられるっていうねさあ続いて、まあ、自腹入れてどこまで戦えるかちょっとやっていきたい、本当に、おお、なるほどね、一応なの石ついてない、誰、石ついてないね、石ついてないね、うん、いやこれまだドラゲナイ行くか、ドラゲナイ行くわこれ、いやこっちのドラゲナイだな、チャンドラーとかいうちょっとキャラいらないかな、これでこれ速度リーダー、速度リーダーね、相手も速度リーダーで、まあ、レオが上取ってくるんだけど、その後だよね、どうなるか、なんならジバラから、うえティアナ撃てる、こういうケージアップダウンちょっとめんどくさい、
いやなんか防御無視全然打たないんだけど、どうしたの？一旦延長、延長凍結、延長凍結。これマジ？ジバラ、ジバラ、ジバラ。いやちょっと待って、終わっちゃったけどさ、ね、今ちょうど集計で終わっちゃったけど、いやジバラちょっと使ってって、いやいいとこかなり見れたんで、ちょっとこれまたね今後もジバラ使っていきたいなというふうに思います。いやー嬉しい。これ即興劇でやっぱケージアップも強かったし、この凍らせて一旦延長っていうのもかなり強かったんで、まあ、上取ってぶち壊していくパーティーにはかなりいいんじゃないかなと思いました。ジバラで上取ってさ、ジバラティアナみたいな感じでつなげてってネフティスさせていくっていうのもかなりいいな、いいなっていうふうに思ったんで、まあ、ちょっとこれ僕のパーティーに、いやショートがありがとう、さすが先生、使っていきます。